よ、彼氏ちゃん。久しぶり。まさかこんな遠くまで引っ越してたなんてさすがに思えなかったわ。とりあえず元気そうで安心した。<laughs> いやいや、いきなり閉めようとすんなし。数ヶ月ぶりなんだから話ぐらいさせてよ。それにしても、チェーンもかけないとか不用心すぎてウケるんだけど。ほんとそういうところは昔っから抜けてんね。 まあいいよ。とりあえずお邪魔しまーす言っとくけど誰から警察とかには連絡するなよもししたら分かってんね <laughs> うん物分かりが良くて助かるわじゃとりま部屋に行こっかへえ結構いい部屋じゃん 掃除もされてるし、綺麗にまとまとってるね。<laughs> 何部屋の入り口に突っ立ってんの早くこっちに来なって聞こえなかった早く来いって言ってんだけどたく手間かけさせないでほしいわほらうつむいてないで顔を上げてまた君のその可愛い顔ちゃんと見せて 相変わらずうち好みのイケメン泣きそうになってる顔も合わせてマジそそられるわでもそんな顔しても許す気はないからまずは挨拶代わりに一発ね,ね <laughs> 何泣いてんのそんな痛みしゃばいおんじゃんうちは彼氏ちゃんが勝手に引っ越してからずっとずっと胸が張り裂けそうになるくらい心配してたんだからね 君の親に聞いても引っ越し先は教えてくれなかったし連絡先は全部変更されてたしで本当にこの場所突き止めるまで苦労したんだからこっちは更新所に高い金払ってまで君を追ってきたんだからてかさ何で勝手にうちから離れたのうちはこんなにも君のことが大好きだし浮気とかもしたことないでしょそれに昔は あんなに仲良く暮らして結婚の話までしてたのにどうしたよふんう,うちからの DV に耐えられなくてそれで内緒でこの町まで引っ越したんだ DV とか人聞きが悪いなうちにとって殴ったり蹴ったりすることはいわば教育なわけよ ポンコツでダメダメな彼氏ちゃんを強制してあげるには痛みで分からせるのが一番じゃんだからあれじゃん愛の無知ってやつそれなのに DV とかマジ侵害なんだけどまあいいやそこら辺はいずれ分かってもらうとして肝心の話しよっかねえ彼氏ちゃんうちとまたやり直すつもりないうちね 君がいないと生きていけないし実の親よりもずっと大事もう君が生きる全てになってるのそっちだって本当はそうでしょだってうちとしてる時に毎回耳元で「好き好き」って言ってくれてたもんねあの情熱的な言葉が嘘なわけないし本当はうちのことずっと忘れられなかったんでしょ更新所についでに調べてもらったけど 彼女もいないいならしいじゃん。つまりそういうことだよね今度は暴力振るうのも前よりも抑えるし絶対大切にするからさお願いへえ嫌なんだ <laughs> すごいね断ったらどうなるかわからないはずもないのにいい度胸じゃん けどうちは優しいからもう一回だけチャンスをあげるうちとやり直せじゃないと半殺しになるまでお前をボコる容赦とか一切しないしそれでもいいわけあっそう。変に頑固になっちゃってマジムカつくじゃあ徹底的に体に分からせてやるからな このサンドバッグ野郎ここまでやればさすがにもう反抗心とか折れたっしょねどうなうちと復縁するよななあ「おい」ってみっともなく泣いてないで早く答えろよ マジでもう一発食らわすぞ <laughs> やっと折れたごめんなさいごめんなさいってそんな繰り返さなくてもいいよもう怒ってないからやっぱ従順の彼氏はマジ最高だわごめんねうちもついムきになっちゃってちょっとだけやりすぎちゃったじゃここからは雨の時間だよいっぱい厳しくした分

いっつもうちがどれだけ暴力振るってもキスさえすればすぐにトロトロになっちゃうんだもんこんなチョロくてかわいすぎるオス手放せるわけないじゃんあーもううちも限界ねえ彼氏ちゃんいきなりだけどベッド行こっかうんそれはってうちとするのが嫌なの じゃあもう一回キスしてあげる <laughs> 今度は君もかなり積極的だったねもうその顔は完全に乗り気になってるやつじゃんもう一回聞くようちとベッド行くよね はーい、一名様ベッドまでご案内。今度は家から二度と離れようと思わないくらい。しつけてあげるからね。